小作葬儀とは、地主から農地を借りて工作し、小作料を払っていながら工作権を法によって認められていなかった農民が、地主に対して小作料の減免や様々な条件改善を求めて起こした葬儀のことである。農民運動。近代における小作葬儀は、農村不況を原因として発生し、当初は、協作や自然災害により一時的。 基礎式的に発生する程度であったが、日露戦争後には、古作人にとって負担となった米国検査に対する反発として、古作葬儀が激化する。1920年代に入ると、大正デモクラシーの影響を受けて、各地で農民運動が頻発するようになり、国際的にも1920年10月に、スイスのジュネーブで第3回国際労働会議が開催され農業。 労働者の団結権問題が論じられていた。大正期に、尾崎みのりたちは、小作組合、農民組合を組織して、団結を図り、九百二十二年には、杉山本次郎、香川とよひらによって、全国組織である、日本農民組合が結成され近畿を中心とする、小作葬儀の第一次公用期を迎え、日本農民組合の指導の下、香川県大田村の福井市葬儀、 群馬県境、戸村の強度葬儀、新潟県木崎村の木崎葬儀は、日本の三、大古作葬儀と呼ばれる。日本の民組合は1926年に、右派、平野力蔵率いる、全日本の民組合同盟が分裂し、さらに1927年には、中間派、杉山元次郎の全日本の民組合が分裂し、その後も、分裂、合同を繰り返が、 農民運動は右派、左派、中間派の三派を軸に推移する。一方、政府は九百二十四年にオザク調停法を施行し、各府県に地主・オザク関係の実情に通じた小作観を置いて法外調停を図るなどをした。しかし、オザクみのりの工作権を公認する詳作法は、地主を有力な支持基盤とする帝国議会ではなかなか成立せず、 戦後の農地改革によって規制人の姿勢が解体されるまで葬儀の背景にある根本的な矛盾は解決されなかった。日本の小坂葬儀は1929年の世界恐慌の影響を受けた昭和恐慌後に再び増加し東北地方の共作、農村不況を背景に第二次紅葉期を迎える。第二次紅葉期の小坂葬儀は小作量減免を 要求する大規模葬儀が中心であった第一次、紅葉期に比べ、東北地方が中心となり、農地の工作権をめぐる小規模葬儀を特徴とし、全国農民組合の指導のもと数多くの葬儀が発生した。また、1931年8月の全国農民組合全国会議では、小作順以外の農民層を獲得して、運動を展開するために、 小作問題以外の税や負債、肥料などの独占価格、賃金や伝統料金などの広範な課題に取り組む農民委員会方針を提起し、運動を展開した。その後、戦時体制の推移において、農民運動は閉塞する。戦後の農民運動は、全日本農民組合連合会、農民運動全国連合会などに引き継がれている。プロレタリア文学の世界では、 各地のオザク葬儀が作品の題材となることが多かった。小林喜地は不在地主で北海道の葬儀を描き、黒島伝寺は豚軍などの作品で農村の現実を描いた。プロレタリア文学運動が組織としては機能しなくなってからも、島木健作は再建などの作品でオザク葬儀と農民組合を題材にした。ありがとうございます。